はい、皆さんこんにちは。龍ヶ崎講道館の早坂です。本日は近外流の中でも火吹きの一つ、飛刀剣、鉄鋼術です。鉄鋼は鉄鋼脚板の鉄鋼で、旅支度の際にこのように鉄の芯を入れて持っていきます。敵が不意に襲ってきた場合にこのように受けて対処します。その際、受けてそのまま手裏剣のように打ち込みます。また同じように打ち込みます。